ここでは市内の出来事をお伝えします。全国大会などに出場した中高生が妙高に集う JOC ジュニアオリンピックカップの結果をお伝えします。国内トップクラスの中高校生のスキー選手約500人が技を競う JOC ジュニアオリンピックカップ2012が妙高高原を会場に開かれ、熱戦が繰り広げられました。大会は7日から9日の3日間にわたり行われ、9日にはクロスカントリークラシカル競技が行われました。男子クラシカル競技は10キロの距離を走り、速さを競うタイムレースです。全国の強豪校の代表選手がしのぎを削る中、地元妙高市の中高生も健闘しました。レースではスタート地点からの下りをバランスよく滑り、アップダウンのきついコースで粘りを見せました。ゴールまで一気に走り抜け、好タイムを収めました。ゴールでは力を出し切り倒れ込む選手や、中には救護員の助けを借りる選手も見られ、戦いの壮絶さを目の当たりにしました。今日は結構スピードを出していったんですけど、後半バテちゃって、あまり思い通りいかなかったです。今年で新井高校卒業して、来年からまた大学で頑張るんで、気持ちを切り替えてまた来年から頑張っていきたいです。ちょっと厳しい練習はありましたけど、今までやってこれたので、これからもその練習を自信につなげていきたいです。女子クラシカル競技は5キロで速さを競います。飯山高校や十日町高校など全国の強豪選手を相手に、妙高市の中高生もタイムを競いました。選手たちは果敢に記録に挑んでいました。クロスカントリー中学生の部では男子女子フリー競技クラシカル競技ともに妙高高原中学校勢が上位に食い込む健闘を見せました。19分57秒0、ビブナンバー927。今日が、ラストランだったんですけど、しっかり悔いなく走れたんで良かったと思います。この経験を生かして、どんなことでも諦めないで頑張っていきたいと思います。こちらはクロスカントリー競技の会場から200メートルほど標高が高い場所にある新潟県妙高高原赤倉シャンゼです。ここでは8日にコンバインドジャンプ、9日にスペシャルジャンプが行われました。8日のコンバインド競技の前半にあたるジャンプには56人の選手が参加し、熱戦を繰り広げました。この日の天候は曇り、時々薄いガスがかかるものの穏やかな天候でした。選手たちは急斜面の助走路から時速70キロものスピードで大空高く飛び立っていました。競技は妙高高原中学校出身で新井高校3年の清水デリス選手が、出場56選手の中で唯一60メートルを超えるジャンプを飛び1位となり、後半のクロスカントリーでも首位を守って優勝に輝きました。また清水選手は翌日に行われたスペシャルジャンプでも優勝し、ジュニアオリンピック大会2冠を達成しています。なお今大会の妙高市の入賞選手はご覧の通りです。大会の結果でした。
ここでコンバインド競技スペシャルジャンプ競技で2冠を達成した清水選手に優勝の喜びや今後の目標について伺いましたのでご覧ください。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを一言お願いいたします。スペシャルジャンプとコンバインド、2種目、地元の宮古高原で行われたシニアオリンピックカップで優勝できて、本当に嬉しかったです。ご自分の中でも満足のいく成績だったのではないでしょうか。そうですね、同年代の高校生には、負けたくないっていう思いが強いので、負けることなく、自分の力が発揮できて優勝できたので良かったです。今回の大会を振り返って、一言お願いいたします。やっぱりジャンプ台作るのもそうですけど、いろんな人たちの支えがあって、こうやって大会運営ができるのであって、それにまずは感謝して、やっぱり、選手としてそういう気持ちを持って取り組めば今後のスキー人生の、いい経験になると思います。また今年はご卒業ということで、また新たな一歩を踏み出されるようですね。はい、本当に3年間、充実したスキー活動を送ることができて、本当に良かったです。北海道の、雪印メグミルクさんの方に、就職が内定しまして、今年から北海道の方に活動拠点を移して、本格的にスキーに打ち込んでいきたいと思います、ね、まずは2013年の世界選手権があるので、そこの代表に選ばれるように頑張って、2014年のソチオリンピックで、いい成績が残せられるように頑張りたいです。オリンピック目指して、はい、地元も応援しておりますし、ぜひ最後に一言その決意をお願いいたします。はい、2014年のソチオリンピック、またその次の2018年の韓国のオリンピックもありますので、どっちになるか分かりませんが、オリンピックでメダルを獲得できるように、日々のトレーニングからしっかりと頑張っていきたいです。清水さん、おめでとうございました。エコ兵庫の後は妙高市民の心推進の作文の最終回、武田真奈穂さんの作文です。